こんにちは、金子でございます。ということで今日なんですけども、マイボートの上からお送りしております。お腹晴れだね。今日狙うターゲットはですね、あの超高級魚トラフグでございます。ついに狙っちゃいます、トラフグを。サワラとか狙ってるとルアーにたまに食ってくるんですよね。なのでもしかしたらトラフグをちゃんと狙えば釣れるんじゃないかと思って、今日はトラフグを狙いに来ました。一応水産課の方に確認したら、トラフグは釣っても問題ないということだったのでね、今日は釣っていきたいと思います。まあ、大体漁業権っていうのはね、定着物についてることが多いですね。まあ、一部ね例外でクロマグロのちっちゃいやつ横輪とか、あとウナギの稚魚シラスウナギとかもありますけど、ほとんどは定着物の場合が多いですね。もうアワビとかイセエビとか、あとタコとかもちょっと例外か。皆さんもちょっと変わったターゲットを狙う際は水産課の方に確認するといいと思います。今日ね、餌が僕作ってきたんですよ。何種類か持ってきました。まずこれエビです。車エビ、この赤いやつがインド産の1匹50円ぐらいの車エビですね。でこの普通の色のやつが僕の冷凍庫に入ってた国産の車エビですね。トラフグってこういう釣り方で狙うのもできるんですよ。カット釣りって言って、きっかけ釣りですね。ここに餌つけて、トラフグがここに餌くっついてきたらシュッと上げてギャング針で引っ掛けるっていう、こういう釣りが、まあ、メジャーですね。でまずは今日は胴付きの3本針でやってみたいと思います。なんでカット釣りむずいんじゃないかなと思ってね。カット釣りの場合はこのエビとかの方が餌持ちがいいのでいいみたいですね。で今日はエビと、あとこれ僕の大好物でもあるカキ、そしてあとハマグリですね。これを塩で締めて、ここに味の素ぶっかけてアミノ酸追加してあります。であとこれですね、サンマですね。これサンマさばいて短冊にして、ちょっと塩で締めて、これも味の素ぶっかけてます。魚もアミノ酸を旨味とちゃんと感じるらしくて、釣りぐらい行ってもアミノ酸入りの塩とか、あとアミノ酸スプレーとか売ってるぐらいなんで効果あるかなと思って。でこれが大葉イワシですね。大きめのイワシ、冷凍庫に入ってましたんで、いつか餌に使おうかなと思って置いといたやつ。これも三枚おろしにして短冊にして、あと内臓もこう入れて匂いをつけてあります。でちなみにサンマも内臓しっかり入って匂いをたっぷりつけてあります。超臭いっす。手もおかげさまでね、だいぶ良くなりました。重りが25で、針がこんな感じですね。こういう針使っていきます。じゃあまずはこのイワシいきますか。これくせえんだ、これがくせえけど、魚にとってはもう超いい匂いですから。これがサンマもこうやって縫い刺しで、よしこんな感じで、一番下にカキいくか。しっかり貝柱通して、大頭膜、貝柱、そして多分このお腹のところが一番好きだと思うんで、お腹のところに針を隠すと、こんな感じ。はい、じゃあこれね、餌たっぷり入ってます。これ水深が18メートルですね。なんでトラフグはべったり下にいるっていう感じじゃないらしいんですよ。中層から表層にいるんで、そこら辺狙っていきたいと思います。魚探にしっかり映る魚じゃないんですよ。なのでほんと棚を探って当たりを取っていくって感じですね。これ一番そこまでつきましたと、でゆっくり上げていって巻いていくと、多分これでいいと思うけどな。まあ、僕も手探りの釣りなんでね。でもね、サワラ釣ってたら表層まで追いかけてくるらしいんですよ、今の時期って。でそんなめちゃくちゃ大きいサイズじゃないです。手のひらよりちょっと大きいぐらいのサイズなんですけど、まあ、そのぐらいでも釣れたら嬉しいなということでね。もうこれは町の釣りだな。ちょっと浅いとこ来ました。で動画外で来た時はめっちゃ釣れたらしいんですよ。もう毎頭ルアー投げたらドラフグが追いかけてくるみたいな。でもその日って結構風があって、で雨も降ってたらしいんですよ。でそういう天候っていうのも意外と関係あるのかもしれませんね。今日はもうカンカン照りの波も風も全くない日なんですけど、まあ、釣りあるあるなんですけど、狙うと釣れないんですよね本当に。意外とこの餌釣りでトラフグ以外のものが釣れたりね、そんなこともあるかもしれませんしね。やっぱ自然相手なんでもう難しいね。やっぱり一匹は顔が見たい、頼むよ。で最悪ちょっとポイント変えてサバフグもいいなと思って、もう急にこうコロッと変えちゃいますから企画を。サバフグも今湧いてるらしいんで、サバフグだったらいけるんじゃないかな。ちょっとトラフグが厳しいと、まあ、こういう日もあるということで、ちょっとサバフグに変更します。餌もこれハマグリでいきます。水管ベラ、お腹の順番で。ハマグリはね、これ僕でも食べたいぐらいのハマグリですからね。国産ハマグリですから。フグでね、この時期作りたい料理があるんですよ。鍋じゃないですよ、変おじが得意なあれ。トコチョコチョコチョコしとんな。これね、どうなん、魚なんかな、流しとるからそこにバル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 ってバル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 ってなっとるだけかもしれん。わかる、言ってること。わかるでしょ。
ちょっとね、僕これ餌でやってたんですけど、僕の従業員の子がほらこうやってマゴチ狙ってたらそれに食ってきました。これもうワームボロボロ、これサバフグです。これを釣りたかった。俺もワームにしよう。貴重な一匹だこれは。もう俺今日ダメかと思ったよ。パッと見た感じね、あれは白サバフグでしたね。またスタジオで説明するんですけど、これでいきます。ワームで。これもしかしたらこれマゴチも釣れるんじゃない。今日の目標はね、5匹。お、来た、当たった、釣れた、釣れた。これはね、フグっぽいっすね。ほら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 、来た。ほら、これめっちゃ釣れるじゃん。ほら、ほらパンパンに膨らんでる。これ、ほら、かわいい。今日の狙い。白砂漠。あ、これさっきより大きいよこれ。底の方にいましたね。やっぱワームはボロボロだ。メタルジグで釣らないともったいないかもな。結構ね、引くから楽しい。じゃああと3匹ぐらい釣りますよ。さっき俺の友達も餌で1匹釣ってましたね。ちなみにイワシで釣ってました。餌でもルアーでも食ってきますね。うん、ちょっとやっぱワームだと毎回毎回切られちゃうんで、ちょっとエコじゃないんで餌にしますわ。やっぱりね、牡蠣とかハマグリとかより魚の切り身が強いですね。イワシにすごい当たってるらしい。よし、じゃあサンマできます。おい、ちょっと待て、もう落とした瞬間ガッガッ来たぞ。おー、来た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 。餌にヒット。おい、来た。ありがとうございます。餌でも釣れました。釣りは終わり、マリーナに帰ってきましたと。そしたら今日はね、僕が5匹で友達が3匹釣りましたね。なので合計8匹ですね。だから僕のは5匹なんで、まず1匹ね。これほらビチビチ。この魚料理って釣れた瞬間から始まってるんですよ。ちゃんとこれ締めてあげる。フグはここ、いただきます。バスッと。神経締めと。はい、神経締めできました。おら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 、よっしゃ。フグは噛まれると痛いんでね、噛まれないように。ここです、急所。はい、そしたらここに、よし、入った。はい、 OK。こんな感じで攻めて持ち帰っていきたいと思います。それじゃあ帰宅。ただいまということで帰ってまいりました。というわけで本日の釣果はこちらですね。白サバフグ。いやーにしてもすごく釣れましたね。半分はルアーとかジグで釣って、半分は餌で釣ったって感じですかね。まあでもね、餌釣りの方が簡単でした。で、いろんな餌使ってみたんですけど、やっぱりイワシとかサンマの切り身が強かったですね。エビとか貝類はあんま食いは良くなかったな。まあ、もっとたくさん釣れたんですけど、今日はこんだけあれば十分なので、今日はこちらのサバフグを使ってサバフグの一夜干しを作っていきたいと思います。これがねうまいんですよね。辺王寺のお店でもよく売ってるやつですね。あれを今日は僕も家で作ってみたいと思います。このフグはですね、みんな白サバフグという名前のフグですね。よく似たフグで、黒サバフグっていうのがいたり、あとカナフグっていうのがいたり、まあ大体市場に流通するのは白サバフグ、黒サバフグですね。で、白サバフグも黒サバフグも毒はありません。毒はないんですけど、その似たような魚で毒サバフグっていう毒を持ったサバフグ系のお魚もいますので、まあ、調理して食べる際はちょっと気をつけないといけないですね。まあ、あの水域で毒サバフグが釣れるかといったら微妙なところなんですけどね。でも海って何があるかわからないんでね、まあ、フグをさばいて安全に食べたいという方は免許取るのが一番いいと思います。で、毎回フグの動画では必ず言うようにしてるんですけど、僕はフグの免許を持っておりますので、今日はこちらをさばいて料理していきたいと思います。ではサバフグ剥いていきますね。サバフグの剥き方めっちゃ簡単で、ここ僕締めたところありますよね、このヒレのところで、ここからザクッと入れて、で皮1枚残します。皮1枚残したらギューッと引っ張ります。そうするともうプリッと簡単に剥けちゃうんですよ。プリッと、はい、こんな感じ。あ、これ肝がいい肝してますね。一応サバフグの肝は毒がないっていう風に言われてるんですけど、でも食べちゃダメ。一応フグの肝はね怖いんで、
食べない方が身のためかなと思います。これね、辺落ちが本当うまいんですよね。だから僕ね、ここの段階で全部包丁一回入れちゃって、こうしてこの段階で手で剥いた方が早いかな。ほんで白サバフグはトゲが結構鋭いっす。この背中にもお腹にもトゲがしっかりありますんで、手袋しないと手がボロボロになっちゃう。痛いんすよ。包丁でこうやって押さえながらやった方がさばきやすいですね。お、胃袋からなんかたくさん出てきましたね。一体何食べてるんだ。ワームのかけらとか出てくるんかな。お、カキ殻ですね。貝の殻ですね。何でもボリボリ食べますからね、フグは。本当にマゴチとか狙ってると、このサバフグの猛攻にあっちゃって、ワームボロボロになっちゃうんですよ、今の時期ね。なんでね、サバフグ嫌う人も多いですよね。ただこのサバフグっていう魚はうまいんですよ。これ多分軍手した方がやりやすいですね。こう滑らないんで、あ、めっちゃやりやすい。あー、でもこれ辺落ちもっとスルスル剥いとったけどな、なんかすげえ剥きにくいな。やっぱり鮮度がめちゃくちゃいいんで、今日のかなり剥きにくいですね。はい、このように剥けました。そしたら次の処理していきます。はい、そしたら剥けましたら、こうやってまだ内臓とかが残ってるので、こういうのをきれいに拭いていきます。でペーパーでこうやって黒い膜もきれいに取ってあげると見栄えがまた良くなりますね。お腹の黒い膜をペーパーで擦ると、こんなに綺麗になります。ペーパーで擦ると。はい、こんな感じ。そしたら、綺麗になりましたら、成形していきます。こういうところに腹の骨がついてたりしますんで、こういうところ切っちゃいます。でヒレというヒレも落としちゃいます。尻尾は残しますね。こういうところをこう切って、綺麗にしていきます。はい、そしたら、腹開きでいきましょうか。お腹の方から包丁を入れまして、でこの状態にします。この状態で骨を外します。尻尾まで来たら、はい、骨を外すと、はい、この状態ですね。腹から入れて、はい、このぐらいで止めます。そしたら中骨を外していく。はい、こんな感じ。これうまくいきましたね。で、こういう大きいやつは、もう3枚おろしちゃいます。3枚におろして。そしたらこれを半分に渡します。んで、こうですね。お腹の方から半分に。で、完璧に落とさず開いていくと。こうすることによって味も染み込みやすくなるし、厚みも均等になってより早く乾きます。まあ、このぐらいのサイズまでかな。このぐらいも3枚おろしていきますか。はい、こんな感じ。じゃあこれをどんどんやっていきます。はい、ではこのようにさばき終わりました。そしたらこちらを一度塩漬けしていきます。まずはボウルにお水ですね。でそこにお塩を入れていきます。で、まあ、海水よりちょっとしょっぱめの塩水を作っていきます。でこうちょっとだけ塩水を入れて溶かして、こうフグを入れると、これまだね、こうやって沈んじゃうんですよね。これだとまだ塩水が薄いので、海水よりちょい濃いぐらいになると魚がね浮くんですよね。海水浴でもそうじゃないですか。普通の市民プールの真水で泳ぐのと海水浴場で泳ぐのとは浮力が違いますよね。もっと言うと視界で泳ぐとめっちゃ浮くって言うじゃないですか。もう一回行ってみないんですよね、視界に。それと同じようなことで、まあ、魚を浮かしてあげることですね。ちょっと濃いめに塩水を作って、まだ沈むな、もうちょっとですね。ほら、ぷくっと浮いてきますよね。このぐらいだったら OK。そしたら全部つけていきます。ほら、完璧には浮かないんですけど、若干宙に浮いてる感じ？こんな感じですね。これで10分ほどつけていきます。はい、では10分経過しました。そしたら、ザルに開けていきます。で、半分は塩。もう半分は醤油でいきたいと思います。で、塩の方の1枚だけ、少しお試しで、柑橘果汁をまとわしてみますか。塩カボスみたいな感じで。最近よく登場するカボス。黄色いんで、ほんとみかんみたいな味ですね。
青いやつの方がうまいな。そしたらこれは塩カボスたっぷりつけて、でお好みの醤油、もう何でもいいっす、醤油だったら。そしたら醤油にくぐらせて、はい、オッケー。この開いた方も醤油にくぐらせて、これがねうまいんだよな。はい、できました。塩、塩カボス、醤油ですね。そしたらこれ干していきます。このねカメラの三脚ってめっちゃ使い勝手いいんですよ。こうして、でここに干し網をセット、こうですね。いや、いい気候だ。これはもう絶好の干物日和ですね。ではこれを干していきます。皮目を下にした方がいいのかな。多分身の方を網に置くとめっちゃくっついちゃうと思いますんで、皮目ですね、こっちを下にして干していきます。一番下に塩すだちで、二番目に塩、よいしょ。で一番上に醤油いきますか。醤油一番下にすればよかったな。まあでもこうやって塩とずらしてあるんで醤油は下に垂れませんので、これでいきます。しっかりネットをしまして、よし、これでハエも入ってきません。これで半日干したいと思います。今が朝の10時なので、まあ大体4時ぐらいまで干していきますね。そしたら一夜干しの完成ですね。そしたら夕方に移動。はい、では干せましたと。は、いい感じに干せてますね。ちょうどいい感じ。まずはこれが醤油ですね。この2枚だけごま振っときました。でこれごまなしバージョンの醤油ですね。あ、これはうまそうだわ。でこれが塩ですね、塩バージョンで、これが塩カボス。あとはこれ焼いていくだけですね。で僕今もうめちゃくちゃ腹減ってて普通に飯を食べます。これ穴子の一夜干しも買ってきたんで、これも焼いて食べます。動画撮影という名の普通に飯です。いやでもこのサバフグ自分で釣ってきたやつだからな、本当にこんなお店で売ってるようなそんなクオリティの干物ですよね。味はどうかな。僕干物はお茶漬けで食べるのが大好きなんですよ。それもだし茶漬けなので、今からだしを取っていきます。もちろんだしはやっぱりだしの地図ね。こちら販売個数1万袋突破ということでね、皆さんありがとうございます。もう大好評ということで嬉しい限りです。僕もこれ家で毎日使ってますからね。お味噌汁の出汁をこれで取ると本当にうまいですよ。まずお水 400cc、 そしたらここに1袋で、これ沸騰させて、沸騰したら火を止めて5分放置。それで美味しい出汁があっという間に引けます。その間に薬味を切っていきましょう。まずはネギですね。はい、まず刻みネギと、でわさびですね。今日は本わさび使っていきます。やっぱり本わさびがうまい。今日はわさび滑らかにすっていきます。このわさびわさびのやつでやるとめっちゃ滑らかになりますからね。サメ肌素材のやつですっても美味しいんですけどね。今日は滑らかにすっていきます。はい、OK。この本わさびはすったら賞味期限30分です。もう30分以上経っちゃうと辛みも香りも抜けてきちゃうんでね、すりたてがうまい。んで塩昆布、これが入るとお茶漬けめちゃくちゃうまい。ほんでしょっぱい梅干し、これも味変にあると美味しい。すごく選択肢が広がる。で少しごまですね。はい、これで自分で釣ってきたサバフグの一夜干し定食の完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よし、じゃあ食べていこう。そしたらまだ焼いてないので、このままでは食べられないので焼いていきます。卓上で焼いていきます。で干物って何がいいかというと、干してあって周りが乾燥してますんで網にくっつきにくいじゃないですか。なんでこういう炉端焼きとかでも簡単に焼けるっていうのがいいですよね。生の魚をドンと置くとね、上手にやらんとくっついちゃうんですよね。
くっつきにくくなる方法としては、まあ、油とかレモンとかお酢とかを塗ってでよく加熱した網に乗っけるとくっつきにくいんですけどね。それでもくっついちゃったりする場合ありますんでね。でも干物はそういうことが少ないです。よし、なので焼いていきます。まずこれ塩ですね。塩、そしてこれ塩カボスには分かりやすくカボス乗せておきました。でこれ塩カボスで、これ醤油ですね。これ醤油うまそう。ふっくらしてきましたね。よいしょ、いい感じに焼けてきております。じゃあご飯の用意していきますか。ではまずは白米に塩昆布ですね、たっぷりと。お出汁だけじゃなくてこういう塩分が入るとまたお出汁の味がね引き立ちますんでね。でそこにネギ、ごまも入れます。パラパラパラっと、これだけで出汁かけてもうまいだろうな。でわさびをたっぷりのせて、でそこにお出汁をたっぷりかけていきます。はい、でわさびを溶かすと、こんな感じですね。うまそう、早く食べたい。フグもいい感じ、もうこれじわ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 いってますね。ほら、いい焼き目がついてきました。じゃあこれはいい感じですかね。そしたらじゃあこちらいただきます。まずはそのまま、わっか、うまっ。うわ、塩気ちょうどいいわ。でもね、すだちの香りはあまりしないですね。いや、でも待てよ、なんか奥からあるな。うっかうまい、これ。うん、プリプリ、やっぱ鮮度がいいからだよ。で、ご飯を、うますぎる。やっぱサバフグはこの食べ方が好きだな。うん、あ、干し具合もバッチリ。うん、サバフグってバカにされがちですけど、これね、めちゃくちゃうまいですからね。でもシンプルに出汁がうめえ。で、僕の中の大本命いきます。一夜干し醤油バージョン、これ最高ですよ。ではいただきます。うまー。わ、醤油は醤油の良さがある。この醤油干しの方はこの醤油が焦げてね、香ばしい感じになるんですよね。焦がし醤油みたいな、うまい。ちょっと出汁追加。じゃあ次、塩の方いきます。ちょっと梅干し入れて味変しますか。一日一粒梅干し食べると健康にいいですからね。いただきます。うん、こっちはちょっと干しすぎたかな。結構固め、この三枚おろしの方は。あれもうまい。この腹開きの方がこうふわふわでジューシーですね。ちょっとこっち干しすぎちゃったな。もう少し早めに切り上げてもよかったかも、こっちだけ。うん、あ、この梅干しが入るとまたうまい。この梅の酸味が素晴らしい。で、ネギはたっぷり入れていい。ごまもたっぷりいっていい。もう網の上にフグがない、焼いていかないと。なんて贅沢な飯。はい、ということで今日はこちらの自分で釣ってきましたフグの一夜干しの定食ときましたらお飲み物、こちらやっていきたいと思います。せーの、ジェン、透明なやつ。今日はお水でいかせていただきます。気分的に冷たいお水が飲みたい。いただきます。あー、うめえ。最高だね。アナゴもいい感じです。このアナゴもね、お茶漬けに合うんですよ。うまっ。今度アナゴ釣りに行こう。これ作ろう。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は自分で釣ったサバフグで一夜干し作って食べてみましたけども、めちゃくちゃうまかった。まず自分で釣った魚はうまいですよね。ほんで自分で作る料理も美味しいですよね。自分でお魚を釣って、自分でさばいて、自分で料理して食べる、これぞ食育系 YouTuber 気まぐれクックの動画って感じですね。食育系なのかな俺。自分で言ってんって気持ちになっちゃった。あと髪の毛切りました。まあでも本当にね、うまいですねサバフグはね。でもあれトラフグでやるともっとうまいですよ。もうワンランクうまいですよ。好みなんですけどね、サバフグが好きっていう人もおるかもしれんのですけど、僕はあれでトラフグでやりたかった。
ちょっともう一回またね、トラフグはリベンジします。絶対に釣ってみせる。はい、というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。